空手の命は組手にあり、組手の命は基本にある。組手とはまさに実践のことであり、その実践を支えるものは全て基本に通じている。三角よく見て構えて、よし、はい、よし。こういう風に蹴ったら、こういう風に蹴っていったらさ、棒殿下に、オーストラの棒殿下に大きいやつがこう座ったん、後ろに蹴っちゃったのよ。わかった。それを何回もやってもね、座るのよ、棒殿下。来るなと思ったらパッと座る。何回目の大会だったかな。第2回世界大会。世界大会の時に、川端だよ、君たちの先生。そして、立ち上がるんだがね、宝、これを見てごらん。回った。はい、一。こうやって、これを蹴って、これが立ち上がった時にね、こう蹴って、回った、蹴っていく時にね、当たるでしょうが。だからこれを練習しなくちゃダメ。わかった？川端は回ったよ。あのね、あんな小さい体で8位に入る。8位に入ったから。川端、君たちの先生、回ったよ。そして中村とやった時に、何回目、中村が技割り取れたのは、第10回全日本選手権。全日本の時に中村がね、誠がね、追っかける時に蹴られたもんだから、パッとね、中村がね、膝をついて朝割り取られたよ。だがね、もう死ぬもの狂いで追っかけたもんだからね、結局力に負けてしまったけれども。3! はい、ひねて、3!